こんにちは。ゴルフの窓口証券ティーチングプロの小林康雄です。今回はコースマネージメント夏場編で2つポイントをお話したいと思います。まず1つ目はティーグラウンドでのティーアップについてです。この夏の長いラフはどうしてもきついです。なるべくフェアウェイにボールをキープすることが重要になります。まずティーアップをする際にできるだけ平らなところを選んでください。ティーグラウンドはつま先が上がってたり下がってたり、左足が上がってたり下がってたり、いろんなところがあります。ミスを引き起こす原因になりますので気をつけてください。また皆様には持ち球があると思います。左に曲がる球、右に曲がる球、さまざまな持ち球があると思いますが、右に曲がる方、右に曲がる球をお持ちの方はティーグラウンドの右側に立ち、左に曲がる方はティーグラウンドの左に立つといいと思います。ティーグラウンドを幅広く使い、フェアウェイにボールを残すように心がけてください。ボールが左に曲がる方はティーグラウンドの左側に立ち、ティーアップしてください。ボールが右に曲がる方はティーグラウンドの右側にティーアップしてください。このようにティーグラウンドでティーアップを工夫するとコースを広く使えるようになります。ぜひフェアウェイにしっかりボールをキープできるように皆様お試しください。ポイント2はフェアウェイからのショットです。夏のこの時期のフェアウェイは芝が立っていてティーアップしてるみたいな形になります。なるべくティーアップしてるものを打つようなイメージでこのフェアウェイウッドを有効活用してください。打ち方は大きくクラブヘッドを芝に立つように打っていくと有効的です。クラブヘッドを大きく吐くようにスイングしていきます。では打ち終わります。以上コースでのポイント2点をご説明しました。皆さんお試しください。では次回の配信をお楽しみにしてください。